ルイジル系に、ルイジル系には、イタリアの無政府主義者、国王暗殺者集団の一人、フランツヨーゼフ一世の皇后であるリーザベットの暗殺者と言われている。生後感もなく、シングルマザーだった実母に養育を放棄され、幼少時代をパリの孤児院と里親の家で過ごす。9歳から鉄道員として働き始め、10代の頃からすでにヨーロッパ各地で活動していた。 幼少の頃から優秀だったルケにニは、やがてイタリア軍に徴兵されるという有能な兵士になり、何度も表彰されたが給料が不満で除退した。除退後、スイスに移住し、無政府主義に傾倒した。逮捕されたルケにニ本来の目的は、イタリア国王ウンベルト一世だったが、イタリアに戻るまでの旅費がなく、次に狙っていた、フランスの王位継承公ホールレアンコフィリップは、 予定を変更し、すでに、ジュネーブを立っていた。そこで、偶然、エリーザベトの居場所を新聞で知り、ジュネーブのレマンコで、エリーザベトを探検のように尖らせたヤスリで視察し、逮捕された。警官から、エリーザベトの死を知らされると大喜びし、俺は心臓を狙った。満足だと、誇らしげに答えた。取り調べには、流刑にほどの人間は皇后を殺しても、 選択女を殺すようなことはしないと供述した。また、供述書には、働かざる者食うべからずというフランスの古い、労働運動のスローガンを引用した。貧しく不幸な育ちゆえに、仕事もせずに、国民の血税で豪者に暮らす、権力者である王公を激しく憎悪し、王公を殺したかった。王公なら誰でもよかったとも話している、単独犯であるので犯行の栄誉は、 自分一人が追うべきと力説し、死刑を希望したが、裁判で終身刑の判決を受けた。11年の獄中生活を送り、独房の中で解雇録を書いた後、ベルトを使って首吊り実殺した。舞台になっているエリザベートでは、物語の進行役、狂言回しとして活躍する。流刑2が逮捕される時の服装が、主の衣装だが場面によっては、 タキシードや全身紫のコメディアンのような格好で登場したりする。なお、日本の公演ではルキーニと表記されることがある。日本語の題名がエリザベートであるのは日本ではその他の表記に比べてより一般的な単語として認知されているためである。持ち歌はキッチュ、ミルク、ソビーマン・デンクトなど。また、宝塚版とウィーン版では登場するシーンも 微妙に違う。例えばミルクのシーンでは、宝塚ではとうとが市民たちを誘導するが、ウィンバンでは流刑ニが誘導する。宝塚歌劇団歴代キャスト、ありがとうございます。